中の160人が外国人です。またこれまでに171人が完治しました。残りの患者は病院で治療されています。すでにお伝えしましたように、15日、グエン・ソン・ハク首相は、新型コロナウイルス感染症が拡大する危機の高いハノイや、ホーチミン市、光仁省などの12の地方に対し、社会的距離措置を4月22日まで延長することを決定しました。この決定は、市民から支持を得ています。光仁省ハラオ市に住むグエン・フエン・チャンさんは次のように語りました。社会的距離措置を継続することが人々の健康を守るために必要だと思います。この措置は日常生活と生産経営活動を左右しますが、健康保護のために我々は取り組まなければなりません。一方、電子設備の経営者のマイ・ソン・ソンさんは次のように語りました。社会的距離の確保措置がさらに1週間延長されることは、人々の健康を確実に守るためです。ですから人々は首相の決定に賛同すると思います。しかしそれぞれの部門、地方の状況に応じてこの措置の適用を柔軟かつ合理的に調整する必要がありますね。次にベトナムの科学者らは、2週間をかけて病室の床掃除ロボットの製造に成功しました。このロボットは新型コロナウイルス感染の拡大を防ぐために、隔離施設で医療スタッフの代わりに床を拭き掃除することができます。ハノイ郊外にある中央熱帯病病院で床拭きロボットが試験的に適用されました。